空に浮かぶ月と地球は一体どのぐらい接点を持っているのでしょう。その謎を解き明かしてみませんか。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんは月の謎についてご存知でしょうか。昨今、世界中で月の謎を解明しようと、あらゆる研究者や科学者たちは月のことを調査しています。その中でも興味深い発表がありました。それは近年の地球の歴史と月が深く関係しているということです。世界の懐疑的論者によると、無理やり話をこじつけているだけだという意見もありますが、地球だけでは説明ができない奇妙な話が多いことも確かです。月面に関しても調査は続いていますが、未だわからないことが多いと言われています。人類初の月面着陸はアポロ11号計画で1969年7月16日に達成しました。1969年から50年以上経過した今でも月の大部分は謎のままです。世界中の国々が我先にと月のことを解き明かそうとしましたが、現在も同様の研究を続けているほど謎を解き明かすのが難しいことだとわかります。こうして人類は月面着陸を成功させているにもかかわらず、なぜわからないことが多いのでしょう。現代の発展した地球上の技術を用いても解き明かせない月の謎を紐解いていきましょう。月は人工の物体説。月は一体どうして地球の周りを浮いているのかご存知でしょうか。もちろん地球の衛星であるため、地球の周回軌道上をぐるぐると回っているのに疑問を抱く人はいません。そんな月に対して一部の学者が面白い研究結果を発表しました。それは、月は人工の物体であるということです。このように大胆に発表された月に関しての研究結果は、世界中で波紋を呼んでいます。では一体、どの部分が人工物だという裏付けになるのでしょう。いくつかに分けて紹介いたします。1. 月はいつも同じ面を地球に向けている。まず一つ目の謎は、月は常に同じ面を我々に向けているということです。その証拠に、月の裏側については深く解明されておらず、現在でも研究が続けられています。長期的に観察してみると、月自体が自転しており、その自転の周期が地球の周囲を公転する周期と同じだということが分かりました。しかし、ここまで地球と月の自転は見事に一致するのでしょうか。月がどこにあろうと、我々が地球から見た月は同一面であり、見える月面の陰影もいつも同じ模様であることに謎が含まれていると言っても過言ではありません。2. 月は太陽とほぼ同じ大きさに見える。地球から私たちが見ている月の大きさは太陽の大きさとほぼ同じです。実際には太陽がはるかに大きいものの、私たちが見ている月と太陽はほぼ互角の大きさに見えています。例えば、金環日食であれ、皆既日食であれ、月が完全に太陽と重なるとほぼ同じ大きさに見え、不思議な現象が起こっていることは皆さんもご存知だと思います。この時、太陽の光がほぼ完全に遮断されて、地球上では白昼が突如暗黒に変わり、空に星の光が見えるようになります。しかし、全然違う大きさの月と太陽がほぼ同じ大きさに見えることはあり得るのでしょうか。天文学の研究によれば、太陽と地球との距離は月と地球との距離の395倍であり、太陽の直径はちょうど月の直径の395倍であると発表されています。そのため、地球から月を見ると太陽と同じ大きさに見えるという結論に至りました。しかし、こんなにもぴったり同じ大きさになることがあり得るのでしょうか。3. 月は地球の衛星としては大きすぎる。月が地球の衛星として成り立つにはかなり大きいのではないかと提唱する科学者がいます。地球の直径は 12,756 キロ、月の直径は 3,474 キロ、
月の直径は地球の直径の 27% に相当します。太陽系の中で比較的大きな惑星の周囲には全て衛星が運行していますが、旧大惑星の中で木星や土星のようなかなり大きな惑星の周囲を運行する衛星の直径はその惑星に比べて非常に小さいことが分かっています。大きなものでも数百分の1にしか過ぎず、それに比べ月は地球の衛星としてはあまりにも大きすぎると言われていて、太陽系の中で特殊な存在であることに間違いないそうです。このように月と地球の関係には数字では解明できない多くの謎が眠っています。数字上で納得ができても、なぜここまでぴったり同じ数字になるのだろうと疑問を持つべきポイントが多いことがお分かりいただけたと思います。月と太陽の関係もぴったり395度でほぼ同じ大きさに見えるというのは、あまりにも人工的に見えると言っても大げさではないと思います。旧ソ連の科学者はかつて、月は表面が改装された宇宙船であるという大胆な仮説を提唱したことがあります。この仮説が成り立てば、様々な月の謎をすべて説明することができるようになるのは間違いありません。しかし、月が自然に形成されたものでないことは確実であると唱えている学者は世界中にいます。月は毎日同じ面を地球に向け、太陽と同じ大きさに見え、表面が硬い金属で覆われていて、長期間にわたって無数の隕石の衝突にあっても姿が変わっていない。もし自然の天体であるなら、このような特徴を備えていないはずと多くの人が考えているのです。月面の裏側で驚きの発見。先ほどご説明したように、月はいつも私たちに同じ面しか見せてくれません。自転する速度が同じだから仕方ないのは分かりましたが、月の裏側には一体何が眠っているのでしょう。2021年12月3日、中国の月面探査車玉兎2号が月の裏側でキューブ型の謎の物体を発見しました。北京航天庁が運営するメディアアワースペースのブログ記事によると、月面上に立方体の物体が確認されたとのことです。近くには新しくできたとみられる大きなクレーターがあり、アワースペースはこの謎の物体を神秘小屋と名付けました。記事の最後には、宇宙人が月に上陸した後に建てた家なのだろうかなどと綴られています。この小屋のようなものは一体どのようなものなのでしょう。神秘小屋は撮影地点から80メートルほど離れており、その正体は不明だと言われています。ただ小屋の近くにクレーターが見つかっていることから、隕石の衝突によって生じた大きな岩である可能性があると科学者たちは考えているようです。この物体は本当に小屋なのか、それともたまたま月の裏にできた建造物のようなものなのか、今でも謎は解明されていません。他にも月面の裏側で熱を発する巨大な構造物が発見されました。米国の南メソジスト大学 SMU で行われた研究によると、構造物は35億年前に活動を停止した古代火山の頂上部分で、これが地下に向けて広がっていました。全体では最大直径50キロに及んでいることが判明しています。また温度を計測した結果、月にある似たような地理条件の平均的な温度と比べた場合、20倍も高い異常な熱量が発生しており、周囲に比べて10度以上も暖かくなっていることが分かりました。月の火山は今から20億年前には活動を停止していると考えられており、月内部から吹き出た高温のマグマが原因というわけではなさそうです。巨大な発熱体は一体何で、どんな原理で発熱しているのでしょうか。問題となる場所は、月の裏側にある2つのクレーターの間に存在する地域、コンプトン・ベルコビッチに存在していることが分かりました。この地域は多くの火山の噴火口が密集するように存在しており、ボコボコとした無数のくぼみのある表面をしています。月の火山というと妙な感じがしますが、最新の研究では
20億3000万年前に噴出したと考えられる火山岩の一部が見つかっています。一方、コンプトン・ベルコビッチにある複合火山が形成されたのはもっと古く、今から35億年ほど前と考えられており、死火山となってから長い年月が経過していることが分かりました。しかし、この複合火山地域は近年、別の要因によって注目を集めているのです。それは、今から20年ほど前に行われた観測により、コンプトン・ベルコビッチには、周囲よりもはるかに高濃度のトリウムが深さ数メートルにわたって堆積していることが明らかになったことがきっかけでした。トリウムは原子番号90番の放射性元素であり、140億年という非常に長い半減期を持つことが知られています。これまでの研究により、月の表側にもいくつかトリウムなど放射性元素が蓄積されている部分は確認されていましたが、コンプトン・ベルコビッチほど高い放射線を発している地域は他になく、その理由も明らかではありません。つまり、この巨大な複合火山地帯は月の中でも有数のイレギュラー地域だったのです。そこで今回、南メソジスト大学の研究者たちは、中国の月面周回衛星、ジョーガ1号と2号、および NASA の月探査機から得られたデータを利用し、コンプトン・ベルコビッチに対する詳細な分析を行いました。今回の調査では、通常の赤外線だけでなく、マイクロ波も観測され、加えて重力測定も行われており、コンプトン・ベルコビッチの地下構造も解明することが可能になっています。すると、驚くべきことに、コンプトン・ベルコビッチの熱量は、月で類似した地理条件の立ち位置と比べて20倍も高く、周囲と比べても温度が10度も高くなっていることが分かったのです。さらに、マイクロ波と重力を使った観測では、地下には全長50キロにも及ぶ巨大な発熱帯が存在していることが示されました。このように、月の裏面には私たちが発見していない数多くの謎があります。今後も神秘小屋や巨大な発熱帯のようなものが発見されるかもしれません。月で身元不明のロケットの墜落現場を発見。昨年、驚きの発表がありました。それは、月面に身元不明のロケットの墜落現場を確認したというものです。NASA の科学者たちが月面の写真を何ヶ月もかけて精査した結果、2022年3月4日に月の裏側に衝突したロケットの墜落現場を発見しました。しかし、このロケットがどこから飛来したものなのか、まだはっきりとは分かっておらず、なぜ衝突によって一つではなく二つのクレーターができたのか、その理由も未だ分かっていません。アリゾナ州立大学の地質学教授で、2009年から NASA のルナーリコネサンスオービターに搭載されたカメラの主任研究員であるマーク・ロビンソン博士はこのように証言しています。驚くべきことに、このクレーターは実際には2つのクレーターで、東側のクレーターが直径18メートル、西側のクレーターが直径16メートルに重なっている、と発表したのです。この二重のクレーターは予想外で、本体が両端に大きな質量を持っていたことを示すかもしれないと言われており、通常使用済みロケットの質量はモーターの端に集中し、残りの部分は主に空の燃料タンクで構成されています。つまり、この墜落したであろうロケットは、地球で作られていないものだということがわかります。他には、月面には何百もの破片があり、中には着陸船やジップロックの袋に入った宇宙飛行士の排泄物もありました。アポロ計画のロケットブースターは、月面に幅30メートルほどのクレーターをいくつも残したと言われています。アリゾナ州立大学の2016年のデータによると、少なくとも47の NASA のロケット本体が月に宇宙船の衝突を起こしています。しかし、月へのロケット体の衝突で二重のクレーターを作ったものは他にないとされているため、このクレーターに関しては謎が深まるばかりです。月に関して解明されることはあるのか？今まで、多くの人々が月の解明に取り組んできました。しかし、
ご説明したように、未だ分かっていないものが多く、研究は困難を極めています。その謎が解き明かされる時が来るのでしょうか。今後の研究に期待したいと思います。月は一体何者？人類が知らない月の本当の正体とは？ようこそ、ナビゲーターのルカです。私たちは月の存在を誰もが知っていると思います。月の引力によって潮の満ち欠けをするなど、地球とも密接な関係があるのです。例えば、もしも月が存在していなかったら、自転速度が速くなり、1日8時間になると考えられています。さらに、強い風が吹き荒れ、生命の進化も遅くなると考えられています。月が存在し、地球と今ある距離だからこそ、地球は今のように穏やかな気候で、人類が住みやすい環境になっているのです。しかし、そんな月ですが、未解明の謎や不思議が多くあります。私たちの身近にある衛星の月、その月の謎に迫っていこうと思います。月空洞説。月は地球から約38万5000キロの距離にあり、直径は約3500キロの大きさを誇っています。月は太陽系で5番目の大きな衛星であり、地球を周回している衛星としては不思議なほどの大きさなのです。NASA の科学者であるロビン・ブレッド氏も、月は存在しない方が現実としてあるよりも科学的説明がつくと言われるほど、科学者の観点から見ても不思議な天体なのです。そんな月ですが、実は中が空洞構造なのではないかと考えられている説があるのです。この説は科学的論証に基づいているものが多く、あながち眉唾ものとは言えないものが多いです。この説の論証として発端となったのが NASA のアポロ計画です。1969年11月14日に打ち上げられたアポロ12号が月心調査を行ったのですが、そこで奇妙なことが記録されたのです。月心調査とは、月から約65キロの位置から離陸装置を投下し、それによって人工的に地震を発生させるというものです。この実験でその振動が約1時間続いたという記録が残っているのです。この時の資料を見た担当者のケン・ジョンソン氏は、月は鐘を叩いた時のように振動しただけではなく、まるで中に油圧ダンパーが入っているように全体的に揺れたと表現しました。さらにこの実験で判明した揺れ方も注目されました。仮に地球で同じことが起こったと想定すると、振動していた時間は約2分間と考えられています。そしてこの振動のパターンは初期微動から始まり、揺れがピークに達すると、その後は急速に衰えていくものがよくある地震とされています。ですが、今回の実験で計測された振動パターンは初期微動から徐々に大きくなり、ピークに到達してから地球のように急速に衰えていかず、ピークが長く続きました。その後徐々に衰えていったのです。地球と大きく異なった結果となり、このことから月空洞説が浮上してきたのです。ただ、もし月が空洞であった場合、人間にとっては良い面もあるかもしれません。それは、人類が月で生活することを考えた場合です。人類は、今までアメリカのアポロ計画により、6回月面に到達していますが、滞在期間は最長3日間程度でした。これには理由があり、月面の温度は昼間は摂氏110度まで上がり、夜は摂氏マイナス170度まで下がるとされています。昼も夜もとても人間が活動できるとは言えないほどの過酷な環境なのです。ですが、月の地下空洞の温度はマイナス20度程度と、北海道などの寒い地域でもあり得る気温なのです。空洞内であれば出入り口を塞ぎ、気圧や気温を調整することができれば、宇宙服を脱いでも人類が生活できる可能性があるのです。そう考えると、月への移住も現実味を帯びてきそうですよね。月と地球は親子なの？
月はアポロ計画により、誕生は地球と同じおよそ46億年前とされています。ですが、この誕生の起源は大きく分けて4つあると考えられています。一つ目は、地球は月の一部であり、親子なのではないかという説があります。これは、地球が誕生した時に、地球が冷えて固まる前に、遠心力によって一部がちぎれたという考えです。二つ目は、捕獲説です。これは、月は全然違うところで生まれたのに、月が地球の重力に捕獲され、地球の近くに寄ってきたという考えです。三つ目は、双子説です。これは、地球が誕生した時に、一緒に月も誕生したという考えです。これらが三つの月誕生説です。ですが、これら三つの説が有力かどうかについては、議論がされています。親子分裂説については、一部が引きちぎられるほどの高速回転は、現実的ではありません。捕獲説については、遠くあった月を引力で近づけた場合、近づいてきた月を減速させるブレーキに疑問があります。よほどのタイミングでブレーキがかからないと、地球に衝突してしまうからです。そして、双子説については、月と地球の物質が似ておらず、同じ衛星とは言い難いという点があります。これら3つの月誕生説は、どれも疑問点があり、これと決められるほどの説得力を持っていません。そこで登場したのが、4つ目の説のジャイアントインパクト説です。これは、地球に巨大な天体が衝突した時に、飛び散った欠片でできたという説です。巨大な天体とは、火星ほどの大きさを推定しており、それによってできた地球の欠片が次第に集まってできたと考えられています。現在では、このジャイアントインパクト説が有力と考えられていますが、双子説と同様、月と地球の物質が似ていないという点で疑問点があったりと、すべての疑念を払拭しきれていません。これから研究が進んでいくと、また新たな説が生まれるかもしれませんね。異星人の存在。先ほどお話しした月の誕生についての説ですが、どれも確証を得られていないとお伝えしました。ここで一つロマンあふれる説を紹介しようと思います。それは、月は人工的に作られたという説です。これは旧ソ連の天文学者ミカエル・バシンとアレクサンダー・シュシェルバコフが唱えています。内容としては、どこか別の太陽系の宇宙空間に超高度な文明を持つ惑星があり、ある時、その太陽系に異常が発生し、壊滅的な被害を受けてしまいました。そこで、小惑星の内部をくり抜き、巨大な宇宙船に改造しました。そして、宇宙空間を旅した時に地球を見つけ、その横に定住したというものです。いわゆる、宇宙版のノアの箱舟説です。この説を聞いた人の中には、信じられない発想だと鼻で笑う人がいるかもしれません。ですが、この説を裏付ける考えがあるのです。まず、月の大きさについてです。先ほど、月は周回をしている衛星としては、不思議なほど大きいという話をしました。ですが、この月が小惑星を改造したのであれば、大きいことも不思議ではないでしょう。さらに、月がロッシュ限界をクリアしている点もあります。ロッシュ限界とは、衛星が破壊せずに主星に近づくことができる限界の距離です。月が宇宙船であった場合、先ほどの月が誕生した説にあった捕獲説の疑問点であったところを、意図的に月の位置を決めることができるので、クリアできてしまうのです。その他にも、月と地球の自転と公転の周期の一致や、たくさんのクレーター、月で見つかった石も、すべて説明がつきます。たくさんのクレーターについては、遠くの太陽系から今の位置まで移動してきた際に、流星の雨や小惑星などいろんな場所を通過してきたために、こんなにも多くの大きなクレーターができたと考えられます。現に、地球から400年近く人類が月を観察し続けているにもかかわらず、一度も月へ大きな隕石が当たったことはなく、あのような大きなクレーターが何個もできるということは考えにくいとされています。この説の裏付けはまだあります。
NASA が公式に発表している月の一番古い石は45億3000万年前のもので、地球の年齢が45億4000万年前とされていることからほぼ同時期とされていますが、 NASA 以外の研究機関が計算したところ53億年前の石と報告されたり、中には信頼度が高いとされるボタミウムアルゴン法を用いたところ70億年前のものと報告された例もあるのです。もし本当に70億年前の石だったとしたら、月は地球が生まれるずっと前から存在していたことになりますよね。となると、これまでの4つの説がすべて否定され、宇宙船説が急浮上してくるのも納得がいくことでしょう。月に異星人？これまで月の誕生や月と地球の関係についてお話をしてきましたが、次は実際に月へ降り立ったニール・アームストロング船長の言葉を見てみましょう。これは一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な飛躍である、という言葉は大変有名だと思います。この言葉は人々の心に強く届き、月面着陸を皆が実感する言葉だったのではないでしょうか。しかし、この名言の裏にもう一つの言葉があります。それは、月の裏側にはサンタクロースがいた、というものです。これは月の裏側を調査した際に調査員が発した言葉です。すごくロマンチックな言葉のように聞こえますが、実際 NASA の用語にサンタクロースという言葉はないそうです。では一体サンタクロースとは何なのか。一部ではこのサンタクロースという言葉は未確認生物や未確認物体を表現する隠語ではないかとされています。なのでこの言葉の裏には、宇宙人の月面基地を見つけたのか、はたまた UFO があったのか、さらには異星人に会ったのか、いろんな憶測を呼ぶ言葉なのです。そしてもう一つ、ニール・アームストロング船長と管制室との交信の中に有名なやりとりがあります。おい、あれは一体なんだ？こちらヒューストン、アポロ11号、応答せよ。信じられないだろうが、すでに月の上には巨大な宇宙船が止まっているんだ。クレーターの向こう側にずらっと並んでいて、あいつらは月面で俺たちを監視している。この交信について、NASA からは何の発表もされていません。NASA から公式に何の発表もないことが、逆に何かあるのかもしれないと思ってしまいますね。また、月面着陸計画も、1969年7月20日午後4時17分に初めて成功。1972年12月までに12人が成功していますが、いずれも降り立ったのはアメリカ人であり、それから一度も人類が月に降り立ったことがありません。最後に到達したのが今から50年以上前と考えると、なぜこんなにも期間が空いてしまっているのか、何か裏がある気がしてなりませんね。しかし、アメリカはアルテミス計画という月面基地の建設計画を発表しました。内容としては、2024年に有人月面着陸を行い、2028年までに月面基地の建設を開始するというものです。またロシアも2030年頃までに月のホテルを建設するという噂も出てきています。50年の沈黙を破り、ついに人類が月へ大きくアプローチをしていきそうです。月と地球は常に同じように自転と公転をしているため、地球から月の裏側を見ることができません。その裏側には一体何があるのか、今回の計画で明らかになっていくことを期待しましょう。月と人類の関係性。最後に月にまつわる言い伝えについて考えていきたいと思います。2007年6月5日にイギリス南部サセックス州警察が発表した月の満ち欠けと暴力行為には因果関係があり、満月の日には犯罪が増えるというものです。もともと西洋の言い伝えとして、月は人間を狂気にさせると考えられています。アニメや漫画でも満月を見ると狼に変貌してしまう人間を描かれることがありますが、それも満月の日には人は攻撃的になるということから
そのような表現が使われるようになったのかもしれません。また、日本の竹取物語では、かぐや姫が最後に月へ帰っていくという描写があります。さらに月には、うさぎが住んでいると言い伝えられ、満月はうさぎが餅つきをしているように見えると教わった人も多くいると思います。これらのように、日本では月はメルヘンチックなものとして捉えられています。他にも北欧では、妊娠している人が月を見てはいけないなど、場所によって捉え方に差があるものの、月に対して世界中で様々な言い伝えがあります。これは人類が昔から月との何らかの因果関係があると考えられていたことを裏付けていると思います。いかがでしたか？これまで様々な観点から月のことを見てきました。それでも未だに月がいつできたのか、どのようにしてできたのか、月には異星人がいるのか、月の地下には何があるのか、推測はたくさんあるものの、確証を得られていないのが現実です。ですが、今後さまざまな研究や調査が行われ、さらにいろんな見解が生まれてくることと思います。もしかしたら、今ある仮説はすべて覆され、あっと驚くような真実がそこにはあるかもしれません。どんな真実が待っているのか楽しみですね。地球外生命体が存在する証拠は、月面の巨大都市にあった？ようこそ、ナビゲーターのルカです。日本では、昔からウサギが餅をついていると語られてきた月。そんな月に、巨大都市の痕跡が発見されたことをご存知でしょうか？それは、地球外生命体がいるという証拠かもしれません。しかも、その地球外生命体は、人類の滅亡を左右する可能性があるとの最新レポートがケンブリッジ大学から発表されました。早速見ていきましょう。突如公開された UFO とエイリアン研究。2023年7月26日、ワシントン DC にあるアメリカ議会で公聴会が行われました。そこでこんな驚くべき証言が。2機の F-18 戦闘機が未確認飛行物体と遭遇しました。最大で 4.5 メートルほどの大きさがある透明な球体に入った濃い灰色の立方体が目の前に現れたのです。証言者はアメリカ海軍の元パイロットライアン・グレイブス氏。グレイブス氏はこの物体の動きについて詳しく覚えています。この物体はマッハ 1.2 くらいまで加速したのですが、不規則かつ素早い動きで説明がつきません。この物体と遭遇した経験のあるアメリカ軍パイロットは他にも何名か存在しました。その一人はグレイブス氏の同僚であった元アメリカ海軍パイロットのデイビッド・フレイバー氏です。フレイバー氏は、それを見下ろすと、白く小さな直方体の物体が海上で激しく動いていました。まるで卓球の球が弾んでいるかのようでした。物体には翼や回転翼のようなものは何もついていませんでした。熟練のパイロットであるグレイブス氏とフレイバー氏でさえ説明できない飛行物体。しかも彼らはそれをアメリカ議会の公聴会という公の場で証言したのです。グレイブス氏とフレイバー氏が見たその物体の正体とは一体何だったのでしょうか。物体の形や動き方から考えると未確認飛行物体 UFO と推測するのが妥当でしょう。世界中の UFO 愛好家たちは公聴会のニュースを聞いて驚愕しました。さらに公聴会で行われていたやり取りも UFO 愛好家たちを驚かせるものだったのです。公聴会は参考人として未確認飛行物体に関する証言を収集して検証する部門に所属していた情報将校を呼び出し質疑応答を行いました。共和党のマイク・ガルシア下院議員が次のように質問しました。政府は未確認飛行物体を所有しているのか？すると元空軍の情報将校デイビッド・グラッシュ氏は次のように答えました。はい、政府は未確認飛行物体を所有しています。40人以上の目撃者から聞き取った情報なので、間違いありません。
グラッシュ氏の答えに会場はざわめきました。アメリカ政府が UFO を所有し研究しているなんて、まるで SF 小説か映画でしかありえない話ではありませんか。ガルシア下院議員は続けて質問しました。政府はどこに未確認飛行物体を隠しているのか。グラッシュ氏は答えました。正確な情報を知っています。その情報は情報機関や監察官に提供されています。グラッシュ氏によると、未確認飛行物体の情報は政府機関がすでに知っているということです。グラッシュ氏は、政府が機体の他に非人類のパイロットの遺体も確保していると主張しました。ただ議員が詳細を正すと、自分自身で目撃したものではないとして、他から聞いた情報であることを認めました。しかし私たちにはそれらについて一切知らされていません。グレイブス氏、フレイバー氏、グラッシュ氏は、政府機関が情報を議会や国民の目から隠蔽していると批判しています。議員も、政府に情報の公開を迫るべきだと意見しました。果たしてアメリカ政府は地球外生命体と UFO の存在を私たちに隠しているのでしょうか。トップシークレットともいえる地球外生命体と UFO について、アメリカ政府に直接聞くわけにはいきませんが、そのヒントをどこかに求めることはできます。それは月面です。なんと月面で巨大都市の痕跡が数多く発見されているというのです。それはまさしく地球外生命体が存在している証拠かもしれないのです。これから政府が隠しきれなかった巨大都市の痕跡をご紹介します。月面で見つかった巨大都市、 NASA が行ったアポロ計画の功績、それは人類の長年の夢だった月面着陸を果たしたことです。政治的な混乱や財政の問題から、計画は残念ながらアポロ17号を最後に打ち切られてしまいました。しかしアポロ計画の続行を望む人々の願いからなのか、実際にはアポロ20号まで行われたとの都市伝説も生まれています。アポロ20号の伝説が掲載されたのは2002年10月5日に発行されたロシアの大衆紙プラウダ。情報源はワシントンナショナルプレスクラブで、1996年3月21日に行われた打ち合わせでした。 NASA の科学者とエンジニアが資料を提示したそうです。その資料によると、アポロ20号が月面調査を行ったのは1976年8月16日のこと。アメリカとソ連の合同チームによる極秘の調査でした。コードネームはノアの箱舟。月の裏側にあるイザーククレーターを調査していた乗組員たちは、そこで巨大な月面都市を発見したといいます。もう廃墟と化していましたが、壁に囲まれた建造物が建てられており、それはアルファベットの D の形をしていました。乗組員たちはそこを月面のハドリーダニと名付けました。同じような建造物は他にも44の地域で発見されました。それらの建造物は岩山をテラス型のようにくり抜かれており、いずれも人工的に作られたとしか思えないもの。また大規模な基地を覆う巨大ドームやおびただしい数のトンネルがありました。他に透明なドームも見つかりました。ドームの内部からは白と青の光が照っており、まるで今も何者かがそこで生活しているように見えたのです。ドームの近くには工場地帯のような設備も存在しました。直径約50メートルの円盤が置かれており、その下部は地下施設とつながっています。数多くの建造物や施設を持つ月面都市、都市の面積は何キロメートルにも及んでいました。アポロ20号の話は科学者とエンジニアから提示された資料があるとのことから、信憑性は高いと言えそうです。アポロ20号は実際に打ち上げられたのでしょう。実はアポロ10号も長さが1マイルにも及ぶ月面上の物体を写真に捉えています。それはキャッソー、すなわち城と呼ばれている物体です。城という呼び名にふさわしく、まさに人工物のようです。いくつかの円筒部と大きな接合部から構成されているのです。そしてアポロ17号も、
巨大なピラミッドと思われる写真を撮影しています。アメリカの科学ジャーナリスト、リチャード・シー・ホーグランドは、エネルギー増幅器の一種だと分析し、惑星内部にある巨大な静止面体より、高次元からの影響でエネルギーが湧き出ていると指摘しています。つまり、月のピラミッドにはエネルギー増幅機能があるというのです。この写真は NASA が公開していますので、興味のある方はぜひご覧ください。ただし、公開しているとは言っても、画像のコントラストを調整することで浮かび上がる仕組みになっています。まるで NASA が巨大な月面都市の存在を隠蔽していると感じるような一枚です。同じように画像調整はされていますが、巨大な月面都市が存在していた痕跡を示す証拠写真は他にもあります。それらはよく目を凝らすとわかるそうです。UFO 研究家スコット・ウェアリング氏は、2014年に撮影された月面写真に地球外生命体の基地が写っていると指摘しています。その写真には巨大な丸いドームのような物体が写っており、2つの構造物がドームに接続するように両脇に設置されています。地球外生命体の基地と言われればそのように見えるかもしれません。NASA はこれらについて、これまでは単なる影が建造物のように見えるだけだとか、ただの岩石の表面を自分が知っているものや形として認識してしまう脳の誤認識であるパレイドリアに過ぎないとして否定しました。NASA の見解に対してウェアリング氏は、そんなことはないと断言。 NASA は私が発見した証拠画像の半数を削除しています。 NASA は常に私の発言を検閲し、宇宙人が存在する証拠を発見したことを大々的に報道できないよう裏から手を回しているのですと主張しているのです。裏から手を回しているとはウェアリング氏の思い込みかもしれませんが、ウェアリング氏が発見したと主張する月面にある宇宙人の基地の存在を裏付ける報告がありました。2015年に開催された月惑星科学会議にて、アメリカのパデュー大学の研究チームが、月には都市を作れるほど巨大な地下空洞が存在すると発表したのです。研究結果によると、月の内部には5キロメートルほどあるドーム型の空洞が存在する可能性があるとのこと。その空洞は有害な宇宙船から守るシェルターとしての役割を果たすほか、そこに都市を建設することもできるといいます。ウェアリング氏にとって研究機関であるチームの報告は心強い援護でした。ウェアリング氏の報告の信憑性が高まったといえます。ウェアリング氏が指摘した月面上の物体が人工物であることはあり得るでしょう。しかし、ここで注目したいのはある都市伝説です。それは、月面都市が存在するという都市伝説と矛盾しているものなのです。陰謀論者の矛盾する意見。アポロ計画をめぐっては、こんな都市伝説も語られています。それは、アポロ11号は、本当に月面に到着したのかということ。ハリウッドの大物女優、ウーピー・ゴールドバーグも月面到着会議論を支持する一人です。月面到着会議論者はこう言います。人類は月面に到着していない。ニール・アームストロングが月面を歩いているビデオは政府と NASA が作ったフェイクだ。その理由として次のような疑問を提示しています。月面で撮影されたはずの写真なのに、空に星が写っていないのはなぜか。宇宙には空気がないのに、どうして旗がはためいているのか。ある調査によると、ロシア人の 57% が月面着陸はアメリカ政府による捏造だと思っているそうです。この意見には、イタリア人の5人に1人が賛成しています。本国アメリカでは、約 10% の国民が月面到着会議論者だといいます。元ロシア連邦政府副首相を務めた政治家ドミトリー・ロゴージン氏は、アメリカは今でもなかなか実現しないことを1960年代のあのレベルの技術でどのようにして成し遂げたのか、私にはよくわかりません。彼らが成功していたとは信じられない。と、月面着陸に懐疑的です。しかし、同じ陰謀論者の中にも、月面には巨大都市が存在しており、それは
宇宙人の基地があることの証拠だという人々もいます。これらは互いに矛盾しているようにも聞こえます。なぜなら人類は月に到達していないにもかかわらず、どうやって月面都市を発見したのでしょうか。陰謀論者の意見の矛盾を解消するのが、空軍戦術航空軍の技術者だったカール・ウルフ氏です。ウルフ氏は次のように考えています。人類は月面に到着したが、それは捜索破壊任務のためだった。月の裏側の画像を調査した結果、知的生命体の手によって作られた多数の人工構造物の存在を発見した。 NASA は来る宇宙人との銀河戦争に備える必要があった。そのためこれら宇宙人の基地を操作し破壊するためにアポロ計画を実行したのだ。ではアポロ20号計画の真の目的は何だったのでしょうか。それは宇宙人と接触し先制攻撃を仕掛けること。そのためアポロ20号計画はなかったことにされたと考えています。月面到着が軍事作戦であれば、その一部始終を撮影したビデオを公開できるはずがありません。そのため NASA はあらかじめフェイク動画を撮影し、月面到着時の様子として公開したのです。ウルフ氏の考えは陰謀論者の意見の矛盾を見事に解消しています。月面着陸が軍事作戦であるならば、アメリカ政府が真実を公開することは今後もないのでしょうか。地球外生命体の基地に先制攻撃を仕掛けたことは秘密にするとしても、エイリアンの存在を公開することを禁じる理由はなぜなのでしょうか。ケンブリッジ大学の論文はこの点について研究結果を報告しています。最後にそれを見ていきましょう。地球外生命体の存在は人類の存在を左右する。ケンブリッジ大学で社会心理学を専門とするサンダー・ファン・デル・リンデン准教授は、陰謀効果について調査した論文を発表しました。調査した結果、アメリカ人の 50% 以上が一つの陰謀を信じていることが分かりました。リンデン准教授は、陰謀論にさらされると意思決定能力が著しく低下し、科学への信頼が低下、社会との関わりが変化する恐れがあると懸念しています。論文の最後には、陰謀論は社会的行動や科学情報の需要に関して極めて強力な力を発揮する。一般的な陰謀論にさらされると否定的で望ましくない社会的影響をもたらす可能性があると結論付けました。リンデン准教授はなぜこの論文を発表したのでしょうか。おそらく政府と NASA が真実を公開しない理由を解明するためです。ユニオン大学の心理学准教授ジョシュア・ハート氏は、政府に不信感を持つ人々は一定数いる。異星人との差し迫った戦争など世界の指導者が国民に情報を隠蔽していると彼らは信じ込んでいる。もしエイリアンの存在が公表されれば、彼らによる社会秩序の破壊や混乱が容易に想像できると語ります。アポロ20号計画の情報をリークした NASA の関係者は、ロシアの大衆紙プラウダに対して、なぜ真実を公開しなかったのか、その理由は過去あるいは現在、月に生命体が存在しているという情報に対する人々の反応を予想するのが難しかったからですと打ち明けています。真実を公開しない理由、それは社会崩壊を招く恐れがあること。人類のアイデンティティが崩壊し、人間社会を維持できなくなる恐れがあるためだったのです。これはアポロ計画と月面到着会議論は真実であることを証しているようです。アポロ計画の真の目的、それは科学調査やソ連との開発競争ではありませんでした。月の裏側に隠れている何かを探ること、そして地球外生命体と接触することだったのです。アポロ計画が有人飛行にこだわったのもこの点にあったのです。アポロ17号の搭乗者が地質学者を除いて全てアメリカ軍出身の軍人だったことも、アポロ計画が宇宙人の基地を発見偵察し即座に撃滅せよとの趣旨だったからかもしれません。月面で見つかる巨大都市の痕跡は地球外生命体の存在の証拠であり、
アメリカ政府が必死に隠そうとしているものなのでしょう。いかがでしたか？今回は月面で見つかった巨大都市の痕跡についてご紹介しました。真実とは永遠に隠されたところにあるのかもしれませんね。月の資源が地球を救う？ようこそ、ナビゲーターのルカです。魅惑の惑星、月。地球に一番近い惑星であるからこそ、その実態に関して多くの謎や噂が囁かれてきました。人々は月の真相を探ろうと、昔から様々な調査や研究を重ねてきましたよね。その結果から、いろいろなことが分かってきましたが、中国の探査機、ジョーガ5号が月に到達してからは、状況が一変。その真相は、これまで考えられてきたものと、だいぶ違っていることが判明してきたのです。特に月の内部は、なんと、誰も知らない財宝が隠されているのだとか。さらに、この発見は、気候大変動を収束させるとも言われています。ジョーガ5号の発見は、これまでの私たちの常識を、根底から覆すかもしれません。探査機は月で何を発見したのか、気候大変動を収束させることができるのはなぜなのか、今回はジョーガ5号の発見に関するお話です。ジョーガ5号が月で発見したもの。中国、海南省にある文章衛星発射場からジョーガ5号が月に向かって飛び立ちました。これは先代の探査機、ジョーガ3号が打ち上げられ、中国の宇宙ステーションの部品と補給飛行が打ち上げられた場所と同じ場所です。ジョーガ5号の重さは8トン。中国の伝説に登場する仙女から名前が取られています。ジョーガ5号のミッションは、月の表面からサンプルを収集し、月の岩を40年ぶりに地球に持ち帰ること。探査機がオービターから分離した後、23日間の宇宙旅行を終え、2020年12月1日、ジョーガ5号の着陸機は月に無事着陸しました。そこは嵐の太陽と呼ばれる月のエリア。月の赤道近くにある広大で平坦な地域です。そしてジョーガ5号は見事、人類史上で初めて月の深層からサンプルを抽出しました。着陸機はサンプル抽出に成功すると、昇降モジュールを通じてサンプルをオービターに送り返し地球に帰還。ジョーガ5号のミッションは宇宙史に残る偉大な業績を挙げたとして世界中で称賛されることに。中国もまたこれにより宇宙研究の分野で最先端を走る国々の仲間入りを果たしました。研究者たちが心待ちにしていたこのサンプル、実はこれまでの常識を覆すような事実が発覚することになったのです。それは何だったのでしょうか？次にお話ししましょう。ガラスの中の水。2020年12月17日、帰還カプセルは地球の大気に突入し、人口の少ない内モンゴル自治区の草原地帯へ着陸しました。サンプルが確保されると、専門家たちは早速作業を始めました。専門家たちの作業を見守る人々は、掘削が月の誕生に関する既存の理論を確認するのか、それとも月の内部は全く異なることを明らかにするのか、注目していました。一般的に月の誕生に関しては、40億年以上前にあった惑星同士の衝突が原因だとされています。火星ほどの大きさがある惑星が地球に衝突し、その際に地球の一部が壊れ、そこが溶岩に覆われました。それまでの考えでは非常に高温だったので、すべての水が蒸発したと推測されていました。月は徐々に小さくなっていく、乾燥した天体であると考えられていたのです。月が乾燥した天体であるならば、生物がこの惑星で生活するのは困難を伴います。生物に最も必要なものの一つ、水を手に入れることができないのですから、NASA はアルテミスミッションの一環として今後10年以内に宇宙飛行士を極の地域の近くに送る計画を立てています。宇宙飛行士たちは水の堆積物を利用できるかをそこで調べて
判断する予定です。水は人間の生活に欠かせません。利用可能と判断されたら、月のステーションで燃料を生産するためや、植物の成長を支えるために使われることとなるでしょう。ですが、ジョーガ5号は、NASA の計画を根底から覆すかもしれません。大量の水、それは月の至るところに存在します。中国科学院の研究者たちは、掘削サンプルから非常に密度が高い小さなガラスの粒子を見つけました。ガラスの結晶はとても微細で、おそらく隕石が月に衝突した際に形成されたものと思われます。または、水が彗星に乗って月に運ばれ、今は極地で凍結している可能性もあります。月には何十億年にもわたり、惑星、小惑星、隕石が衝突してきました。そのため、これらのガラスの粒子は月全体に均等に分布している可能性が高いと考えられています。研究者たちが詳しく調べると、また新たな発見がありました。なんと、粒子の中には水が含まれていたのです。各粒子に含まれている水はごくわずかですが、すべてを合計すると莫大な量になります。濃度を月全体に換算すると、月の土におけるメトリックトンあたりの水は 2000kg。地球の条件下では液体の状態で実質的に2000リットルに相当します。非常に多いことがわかりますね。月に大量の水があるなんて研究者でも信じられないことでした。ガラスの粒子が月全体に分布しているならば、赤道から極地まで水が豊富にあることが想像されます。粒子は簡単に分離できるため、月の入植者は天体のどこにいても新鮮な水を入手できます。ですから、将来有人飛行ミッションを行って極地に着陸した後には、NASA が計画している通り、手間をかけて水を準備しなくても済むかもしれません。他でも、望遠鏡や探査機による観測、調査の結果、月の極近くのクレーターに氷の堆積物が大量にあるのが見つかりました。水は蒸発したはずなのに、なぜ氷が大量に堆積しているのでしょうか。これらの水はどこから来たのでしょうか。そして集中的な月探査を50年以上もしてきたのに、なぜこれまで気づかなかったのでしょうか。皆さんもこうした疑問を持つと思います。中国の研究者たちは、月の結晶に閉じ込められた水は、かつて太陽によって生成されたのだと考えていました。太陽は巨大な水素の塊で、水素イオンを太陽風として周囲に放出しています。この水素イオンは電荷を帯びているため、地磁気のある地球などでは地球表面まで届きません。しかし、地磁気のない月では月面に到達し、鉱物に含まれている酸素イオンと結びつき、水分子ができると考えられています。研究者たちが研究したのは、サンプルの中に入っている異なる種類の水素原子。太陽風から正に帯電した水素原子がガラスのビーズに入り込み、それらに含まれる酸素と混ざったというのです。ガラスのビーズは太陽放射を受けて高温で加熱されると、中に入っている水素の一部が放出されます。ガラスビーズの形態では、どれくらいの量の水を送ることができるのでしょうか。NASA は2010年、月の北極にある水の割合を約6614億ショートトンと推定。現在では約2987億ショートトンの水を送ることができたと推定されています。月が完全に乾燥していたという前提でされた推定と比べて、実に莫大な水の量だという印象を持ちますよね。ここで皆さんはこんな疑問を持つかもしれません。月の氷はいつか溶ける時が来るのだろうか。水ガラスビーズが化学的、機械的に変化することで月に川や湖、海が形成されることはあるのだろうかと。でも残念ながら月の表面に水が流れることはないでしょう。月を形成している他の条件があるためです。月には大気がほとんどなく、密度も高くなく、温度は極端です。約6800年前に地球の恐竜を絶滅させた小惑星とほぼ同じ寸法の惑星が衝突すると必要な温度になります。月にあるのは低気圧と弱い磁場だけ、
水は特定の条件下にある場合のみ液化しますが、その条件は月にはないのです。おそらく将来その条件が揃うこともないでしょう。では火星はどうでしょうか。火星にはかつて液体の水が流れていたという人々もいますが、それは正しくありません。大胆なテラフォーミング計画は人工的に誘発されたものです。温室効果によって極地の凍った氷の水を液体の水に変え、湖や海を作ろうという人々もいます。ですが、専門家たちはこれを実現できるかどうか怪しんでいます。ガラスビーズが示唆した月の事実は氷だけではありません。月に埋蔵されている貴重な資源をどの国よりも先に見つけることを目的としたムーンラッシュが起こる可能性も示しているのです。では、月に眠る資源にはどのような可能性が秘められているのでしょうか。月がエネルギー問題を解決する?ジョーが5号によって、科学者たちは自分たちが考えている月の事実と実際の月とはだいぶ違うかもしれないと考えるようになりました。それは月が人類の抱える問題を解決するのに役立つということ。その一つが資源の枯渇です。私たちは日々エネルギー源問題に悩まされています。資源を取り合って争いが起こるというのは人類が昔から歩んできた歴史です。そのエネルギー問題を解決するであろう大量の鉱物資源が月にあるかもしれないというのが、ジョーが5号によって分かりました。ジョーが5号が持ってきたサンプルは、アポロ計画が月の地表から収集してきたサンプルよりも約10億年前というかなり古いものでした。これらのガラスビーズは大量の惑星、小惑星、隕石が過去20億年の間に衝突して形成されたと考えられています。ジョーが5号が収集してきた岩の岩石からは別の結晶が出てきました。この月の結晶を見て研究者たちは首をかしげることに。なぜならそれは人類が知らない物質でできていたからです。調べてみると、なんとこの結晶が核融合のための重要な成分を持っていることが分かりました。つまりこれを使えば地球のエネルギー問題を解決することができるのです。これまで人類は膨大な量のエネルギーを核分裂の原理にのっとって生み出してきました。その結果、便利な生活が実現された反面、放射性廃棄物問題が深刻化してきました。ところが核融合は違います。核融合では軽量な原子核が融合されます。これにより核分裂よりもはるかに大きなエネルギーが放出され、残留物は放射線を放ちません。世界中の物理学者たちは核融合技術を実現させようと数十年間にわたって研究を続けてきました。しかし核を融合させるために必要な圧力、そのためのエネルギー入力などがうまくいかず、今のところ成功できていません。そんなところに核融合の成分を持つ鉱物資源や原子があれば、問題はすぐに解決できます。月には地球上にはごくわずかしかないヘリウム3という物質が豊富に存在しています。専門家たちは約 27.6 ショートトンのヘリウム3があればアメリカ全土に1年間供給できると計算しています。これは宇宙シャトルでも簡単に供給できます。月からのヘリウム3は1ショートトンあたり30億ドルの経済的価値があります。高価ではありますが、どの国も欲しがるでしょう。岩石から分離されたリン酸塩鉱物はジョーが5号のミッションとそれを実行した中国に敬意を表し、チェンジサイト Y と名付けられました。現在北京のウラン地質研究所では核融合の準備ができているヘリウム3同位体を地球で使用できるかどうか研究しています。使用できることが確認されれば、将来宇宙船が毎日月から地球に岩を持ち帰ってくることが普通になるかもしれません。それはエネルギー問題が解決されたことの証となるでしょう。サンプルを研究した原子力工業地質研究院の李院長は、月の原子力エネルギー資源は主にウランとトリウムを中心とした核分裂元素とヘリウム3を中心とした核融合元素の2つに分かれる。核工業地質研究院は
核分裂元素のウラン、トリウム、およびヘリウム、水素の月の岩における存在度、分布、および存在形式、蓄積のメカニズム、形成時期、および岩石鉱物の組成などを研究することにより、将来的な原子力エネルギー元素の開発利用に根拠を提供し、月の形成と変化にサポートを提供すると説明しています。月からさらにサンプルを収集して地球に持ち帰るミッションが2024年にも計画されています。新たな資源を求めて多くの国と企業が月に引き寄せられる可能性があります。NASA によれば、いくつかの大きなエネルギー企業は将来の宇宙ミッションに投資することに関心があるそうです。NASA のアルテミスミッションは大きな後押しを受けているということでしょう。いかがでしたか？月は比較的小さな天体でありながら、大規模な宇宙の影響を受けても生き残ってきました。これは驚異的なことです。これについて研究者たちは、月の低密度と厚いクッション層の塵によるものだと考えています。あまたの衝撃を受けてきても生き残った月、それは地球の生物が恩恵を受けるための資源を作ってきた過程かもしれません。あなたはエネルギー問題の解決策が月に存在すると思いますか？それとも再生可能エネルギーがより良い代替手段であると思いますか？これは世界全体で話し合うべきテーマになるかもしれませんね。